ダイオライトは、イギリスの競争馬。競争馬として2000ギニーなどを制し、1935年に、日本の区内省下兎吾領牧場によって、種母馬として購買され輸出。日本初の三冠馬セントライトなどを送り出した。1941年から1943年、1946年、リーディングサヤー。馬名は、戦力岩の井。 2002年は、ディオフォンの初年度3区の一等。生まれて間もない頃はかなり小柄だったためあまり、期待されず、ニューマーケットのイヤーリングセールでは480ギニーの値しかつかなかった。しかし、競争年齢に達する頃には立派な体格に、成長し、2歳児にコベントリーステークス、モールコームステークスなどを制して、イギリス2歳馬チャンピオンとなり、3歳になって、 クラシック初戦の2000ギニーを制した。これは父ディオフォントの不死生派ともなっている。エプソムダービー当日はダイオライトデーと呼ばれるほどの大本命となったが、3着に敗れている。24戦6勝の成績を残して4歳をもって競争場を引退し、その後は同地で種ボバとなったが、活躍場に恵まれず、1935年に、 日本の国内省が管理する下兎御料牧場に導入された。種母場として制裁を書いていたとはいえ、近代競馬発祥の地イギリスのクラシック競争優勝馬が日本に輸入されるのは当時異例のことであり、購買価格は8500ギニー、当時の日本円でおよそ18万円と極めて莫大なものになった。この輸入は当時の人々の地目を集め、 国内省主導の輸入であったこともあり、ダイオライトの横浜税関到着時には政府交換を対象とした観覧に供された。その雄大な馬格はそこで概ね好評を博したが、五両牧場の関係者は後ろ足が曲がっていることを危惧し、本当に大丈夫なのかという疑問の声も上がったという。日本における 守護場生活を開始した、初年度から1940年の中山4歳品場特別優勝場大礼、京都農林省商店4歳小場優勝場鉄桜を送り出し、不安を急に変えた。特に鉄桜の長距離戦における優勝は、ダイオライトの産区傾向は、スピードタイプになると目されていたために驚きをもって、迎えられた。翌1941年には、 セントライトが、連戦連勝。二戦目で、横浜農林省商店四歳小馬に優勝し、東京優秀は現在まで史上最大儀佐隊の八場審査で、圧勝、引退レースとなった京都農林省商店四歳小馬も、生死、日本初のクラシック三冠馬となった。 セントライトの大活躍によりダイオライトの評価は、ますます高まり、翌年末より始まった、太平洋戦争中にもクラシック優勝場を含む、多くの活躍場を送り出した。セントライトが活躍した1941年から1943年まで3年連続のリーディングサイアーとなり、戦争劇化による、競馬休止から明けた1946年にも、 リーディングを獲得している。戦後も秋の天皇賞場豊梅など活躍場を送り出していたが、1951年夏、老衰により24歳で死亡した。代表産クセントライトは、種ボバとしても、まずまずの成績を残したが、不敬をつなぐまでには至らなかった。しかしダイオライトは、ブルードメアサヤーとしても優秀な成績を残し、白地から、 白梁など多くの名馬に影響を与えた。また、ダイオライトが日本に輸入された年に、フランスで生まれたメスクニンフディクタは、母となって、プールでセデプーリッシュのカチウマディクトアウェイを生んでいる。ディクトアウェイもまた母になると、カネーション、ワシントン DC インターナショナルのカチウマダイアトムを生んだ。そして、ダイアトムは、ダネボバとして、春の天皇昭和釧キング。 アイリッシュ・バービーバ、スチール・パルスなどを排出している。繋ぎようされていた千葉県にある、船橋競馬場では、その功績を記念した、重賞競争ダイオライト記念が行われている。太とは八大競争優勝馬場記のうち、大早やサケゴン・チエリオ・松風王は、大松風を母とする兄弟、クリヒデ・クリペロは、ケンタッキーを母とする兄弟である。ありがとうございます。